こんばんは、シンガーリンコです。私の曲ワンナイトがアップルミュージックのプレイリスト初めての JETM のラストソングに選ばれました。私がアーティストとして今まで自分をどうキープしてきたか、体験したことなどをこのチャンネルでお話ししたいと思います。皆さん、コロナで自粛が続いてましたが、いよいよお花見シーズンですね。これから桜と一緒にたくさんの写真を撮ると思いますので、インスタ映えする私がおすすめのピンクのグラデーションコーデをご紹介します。なんと私、皆さんにお伝えしてなかったんですけど、実はカラーコーディネーターの資格を持ってます。ちなみに私、いつもインスタの写真を撮るときなんですけど、よくね、このカチューシャをしてサングラスしています。するとね、髪がぐちゃぐちゃでもなんとか決まるし、あとメイクがぐちゃぐちゃな日でも、とりあえず眉毛があれば、あのアイメイクしなくても、とりあえずサングラスかけてカチューシャすれば結構バッチリ決まります。ぜひ皆さんやってみてください。そういえば昨日の夜セルフネイルしました。あんまり上手じゃないけど、自分でセルフネイルやってます。私がおすすめするピンクのグラデーションコーデのコツは、色のトーンを揃えることです。このベビーピンクがちょっと明るい色じゃないですか。これに、ビビッドの色のピンクを合わせるんではなくて、薄いピンクをグラデーションで合わせていきます。マフラーはピンクベージュなんですけど、あんまり濃くないトーンです。そしてこのジャケットもベビーピンクなので、トーンが合います。なので結構綺麗なピンクグラデーションが出ます。ぜひ桜と一緒に写真を撮るときに、ピンクのグラデーションで一緒に撮ると写真がすごく映えるので、ぜひやってみてください。ピンクベージュのグラデーションで、パンツもね、ピンクベージュ同系のパンツでもいいし、こうやって、私はインディゴ系の濃いパンツで締めたんですけど、パンツは桜を見に行くときは結構歩くと思うので、スニーカーで、あの丈が長いものだとちょっと足長効果もありますので、ハイウエストのできればこうワイドのパンツを履いて、するとスニーカーが隠れた部分まで足だと見える錯覚が起きるので、足長効果があります。ぜひやってみてください。リップをネイルと近い色にしてみました。今回のリップはこの MAC のビビッドな色に、かなり薄めのベビーピンクのジャケットもめっちゃ似合う。この色が超いい感じじゃないですか。あの皆さん結構ね、強いピンクのインナーっておすすめです。結構黒のジャケットのインナーにビビッドなピンク、ローズピンクみたいなの中に着ても決まりますし、でリップも同じ色にするとかっこいいと思います。では今回のピアスはこれをしてました。キラキラクリスタルです。皆さん私みたいに派手な服着てる人そんなにいないかもしれないけど、ピンクのコーデぜひやってみてください。中に濃い色のローズピンクを着ると、ピンクなんですが濃い色なので引き締めます。ピンクのポンチョコーデなかなかないですよね。これすごい何年も前にインポートのショップで見つけました。これと同じようなもうポンチョ見たことないですけど、すごいお気に入りです。写真がベビーピンクと濃いピンクで綺麗に撮れますよ。おすすめです。このピアスは友達が作ってるピアスなんですけど、これめちゃくちゃ可愛いですよね。手作りです。では今回の動画が良かったなと思いましたら、高評価ボタン、チャンネル登録、そしてコメントいつも見てるので、リクエストもよろしくお願いします。バイバイ。